ホッサマグナミュージアム前提の上狩りみかんの若木上狩りみかんは新潟県糸井川市の上狩地区を中心に栽培されていたみかんの品種で別名を糸井川みかんとも言う。日本での食用みかん栽培北限の品種とされ糸井川の出身で詩人、歌人として知られる相馬漁風は1936年に作詞した糸井川小唄の一節で 麹みかんの色づく頃はぬらすまいぞえはさの稲と歌っている。みかんまきと言われる木の冬が濃いや、寒空の下でのみかん露天売買風景は、糸井川地方の冬の風物詩であった。温州みかんの普及による、商品価値の下落や、原木の露上刈りみかんは、奇襲みかんの系統に属するとも、麹みかんを、空たちの代義に継ぎ木したものとも言われる。例年5月から6月にかけて、 爽やかな方向のある、小さくて白い星型の花を咲かせ、新芽も柑橘系の良い香りを漂わせる。実の形状は扁平で、小ぶり、皮は薄くて種が多く、香りが良い。味は酸味が強いが、正月頃まで保存しておくと甘くなる。江戸時代、法暦年間にはすでに糸井川地方で栽培されていたとされ、古株の年輪もそれを裏付けている。 1902年に記録された柑橘名産地の統計では、全国27地域の栽培面積の合計は9334ヘクタール、生産金額は327万円だった。この統計では、糸魚川みかんは栽培面積わずかに2ヘクタール、生産金額1000円で共に最下位だったが、掲載された柑橘名産地の中で突出して北に離れていた。 ホッサマグナミュージアム前提の上狩りみかんの果実上狩りみかんの採植地は海岸沿いから約800メートル内陸に入った鉱石大地に分布している採植地の土壌は砂礫を含む浄土などで水はけよく適度な保湿力もあるが北または北西方向に傾斜があるため北西からの強風をまともに受ける不利な面があった温暖な気候を好む柑橘類に属するみかんが 日本海沿岸で、降雪地帯に位置する糸井川地方で栽培されていた理由は沿岸を北上している津島暖流の影響による。日本における柑橘類の栽培条件は、年の平均気温が15度以上、冬季における月の平均気温が5度以上で、最低気温が0か5度を下回らないこととされる。 糸井川地方の1948年から1957年まで10年間に、渡る月別平均気温の統計によれば、1月と2月の月平均気温は、それぞれ3.8度、3.7度と最低気温の条件を満たしていないが、年平均の気温は14.9度となっていて、温度条件をほぼ満たしている。糸井川より北に位置する刈岩郡西山町のみかんや、 西蒲原軍艦町の柚子など、自家で消費する程度の柑橘類の栽培が行われていたのは、同様に、津島暖流の影響と考えられている。このみかんを、主に栽培していた上エ地区においては、昭和の初期まで茶を、少量ながらも栽培していたし、大正の頃からは、ビ和の栽培も続けられている。糸魚川地方では、秋から冬は、日本海側特有の日照不足と降雪が、 みかん栽培における疎外要因となる。気圧配置が成功到底の冬型になると、日本海側は季節風が吹き荒れ、天候が崩れて日照時間が少なくなる。そのため、他の主要なみかん産地の都市平均日照時間2000時間以上に、対して日照時間は約1800時間にとどまる。しかも、冬季は約百日間にわたって降雪があり、上が地区でも、 約80日間は平均で1メートルの積雪がある。この日照不足と降雪の害からみかんを守ったのはみかん巻きと言われる木の冬囲いであった。みかん巻きの作業は実の収穫が終わった後に行われる。枝を縄でまとめて束ね、中心部に寄せて縛り上げる作業を繰り返して全体を円錐型にまとめる。支えには作業6本から8本ほど置いて、 髪型で固く一つに縛り、その上から稲わらで編んだ野間を巻いて、仕上げに上から抑さえの縄を張り巡らせる。このみかん巻きによってみかんは強風や降雪の害から守られ、通気性がよく保温効果もある雪国ならではの農民の知恵であった。上刈りみかんは明治時代の後期に最盛期を迎えた。 1911年に発行された新潟県園芸洋館という資料では面積3ヘクタール、山岳26,585館、価格は15,951円だった。統計中で最高の数値は北陸農政局による1909年のもので102トンの山岳だった。みかんの木のうちで大きなものは一株あたりの枝の 広がりが16坪ほどもあり、1本あたりで1万5000個単位の収穫を上げていた。道路交通の発達によって、消費地が富山県東部や長野県の安曇地方などの近県にまで広がり、みかんの収穫後から冬にかけては、道路脇や岩木の下に、近在の農夫たちが露店を出して、賑わいを見せた。糸井川に、みかん屋という屋号を持つ家があるのは、 この頃のみかん中外省の流れという、陶器のみかん巻き、フォッサマグナミュージアム前提、大正時代に入ると、植狩みかんは急速に衰退し始めた。1913年の新潟県産業調査表という資料では、木の本数が698本と記録されていて、2年前の新潟県園芸用館の数値に比べて、約65%に減少していた。 1914年の西首機群による統計では、山岳こそ1万8千貫と1911年の統計に比して70%以下の減少だったが、価格は1800円と12%以下に暴落している。この著しい衰退の原因としては、1912年の北陸旋回通によって、大粒で甘い雲州みかんが流通し始めたことが挙げられている。 小粒で酸味の強い植りみかんは、温州みかんに立ち打ちできず、手数のかかる陶器のみかん巻きの重労働をも嫌われて、植りみかんの木は、腰や伐採の運命を次々に迎えることになった。対象の末には、糸井川地方に工場が建設された。糸井川の農家の労働力はそれらの工場や、鉄道での労働に流れて、みかん栽培は一層衰退の道をたどっていった。 相馬がみかん畑の情景を糸井川小太で読んだ頃にはすでに植刈みかんの実る情景は昔のこととなりつつあった。1955年頃には植刈みかんの木は約50本にまで減り、1980年頃にはわずか12本を数えるまでに減ってしまった。糸井川市では1974年4月29日に当時残っていた原木三本を 市の天然記念物に指定して保護を図っていたが、この原木もその後護死してしまい、指定解除となった。その後地元上狩地区の老人会の人々がボランティアとして上狩みかんの木の保護と管理に取り組み始めた。市内のフォッサマグナミュージアム前提や上狩地区の公園内などにある木や、2011年から食事を始めた二郎太郎池近くのみかん畑などで、 春夏の草取りや追肥、秋の収穫、冬のみかん巻き作業などにいそしんでいる。AB、新潟県の地理散歩上越編133ページ。ABCD デジタルガイドブック、糸井川市総合観光辞典をおすすめ、ジオコース2012年1月29日閲覧。ABCDEFGHI デジタルガイドブック、糸井川市総合観光辞典文化財、歴史伝承。 文化を歩くに20年2012年1月29日閲覧。ABCDEFG 上刈りみかんの木2012年1月29日閲覧。ABCDEFG 新潟県の地理散歩上越編137から138ページ。ABCDEF ふるさと伝承ガイドいいとこ五0戦2012年1月29日閲覧。ABCDEFGH 新潟県の地理散歩上越編138から140ページ。ABCDEF 上越タイムスニュース伊トイ川で、北限のみかんの冬支度上ガ地区の老人会が、収穫と、雪囲い2011年11月29日11時50分、更新2012年1月29日閲覧。新潟県の地理散歩上越編133から134ページ。 ABC 上越タイムスニュース、上刈りみかんの花咲く、みかん栽培の北限2009年6月10日10時46分、更新2012年1月29日閲覧。新潟県のチリ散歩上越編136ページ。AB、新潟県のチリ散歩上越編137ページ。ABCDEFGHI。 新潟県の地理散歩上越編134から136ページ。ABCDE、新潟県の地理散歩上越編134から135ページ。52.892562平方メートル。ララネット、新潟ふるさと情報場狩りみかんの木2012年1月29日、閲覧。三山、博物館、ジオサイト2012年1月29日閲覧。 ありがとうございます。